これより第2クォーターに入ります。滝川高校相手陣11ヤードからファーストダウン10。タッチダウン、なにわく6番ハンドオフから地を突破、相手のディフェンスの隙間を縫うようにエンドゾーンまで走り抜け、タッチダウン。滝川高校6点獲得、逆転です。滝川高校トライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーです。キッカー20番キックによる1点を狙います。キックは失敗、6点止まり。六甲学院高校3点、滝川高校6点。しかし滝川高校逆転に成功しました。滝川高校キックオフ、キッカー4番、先ほど得点を挙げた滝川高校のキックオフにより試合再開です。六甲学院はリターナーを2人用意しております。このキックはエンドゾーンに入りタッチバック。タッチバックとなった場合、リターンチーム六甲学院自陣20ヤードからの攻撃と変わります。六甲学院自陣20ヤードからファーストダウン10。六甲学院スペシャルフォーメーション、ロンリーセンターを対応しております。ランフェイクからトスプレー、キャリア20番、ゲインは1ヤード。六甲学院自陣21ヤードからセカンドダウン9、2回目の攻撃、攻撃権獲得更新には9ヤードの前進が必要です。ヒアリパワーのロンリーセッター。六甲学院ファースター、フランカー8番、ヒッチパスをキャッチアンドラン、ブロッカーを利用しファーストダウン獲得です。六甲学院自陣37ヤードからファーストダウン10。右パワーのロンリーセンター、ここでホイッス、イエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスは揃ってスタートしなければいけません。5ヤード抜体となりファーストダウン、やり直しです。六甲学院
ファーストダウン15、ボールオン自陣32ヤード、右パワーのロンリーセンター、バックアイ。フランカー81番、ヒッチパスをキャッチアンドラン、ブロッカー利用し、約14ヤードのゲイン。六甲学院相手陣34ヤードからセカンドダウン残り1ヤード、左パワーのロンリーセンター、フルバックのダイブプレー、キャリア38番、ファーストダウン獲得です。六甲学院ファーストダウン、攻撃権リセット、ファーストダウンとなります。六甲学院相手陣31ヤードからファーストダウン点、左パワーのロンリーセンター、バックアイ。パス不成功。ここでフランカー20スプリットエンド21番へのロングパスでしたが、このパスはオーバースローでした。セカンドダウンに変わります。パス失敗でしたので元の地点に戻り、次の攻撃セカンドダウンに変わります。六甲学院相手陣31ヤードからセカンドダウン点、左パワーのロンリーセンター、バックアイ。ナイスラン、ファーストラン、フルバック38番ダイブプレー、一旦は止められかけましたが、そこから粘り右オープン展開し大きくゲイン、ファーストラン。六甲学院相手陣14ヤードからファーストダウン点、右パワーのロンリーセンター、タッチダウン。ここでエンドゾーンへのパス、ワイドレシーバー81番競り合いながらこれをエンドゾーン内でキャッチ、タッチダウン成立です。六甲学院6点獲得、再逆転です。六甲学院トライ4ポイント。キック成功、1点追加。六甲学院高校10点、滝谷高校6点。六甲学院再度リードを奪いました。六甲学院キックオフ、キッカー16番、先ほど得点を挙げた六甲学院のキックオフで試合再開です。高校リターン、リターナー6番、滝川陣25ヤード付近でボールデッド。ここから滝川の攻撃と変わります。
滝川高校自陣25ヤードからファーストダウン10。ランニバック20番オプションプレーのトスを受け右オープン展開し約5ヤードのゲイン。滝川高校自陣30ヤードからセカンドダウン5。ここでスナップミス。幸いクォーターバックならば自ら抑えておりますが約2ヤードロスしております。滝川高校自陣28ヤードからサードダウン7。ここで滝川スナップ見られましたがランニングバック20番これをリカバー。しかしこれを六甲学院見逃さず約4ヤードロス、フォースダウンに変わります。滝川高校フォースダウン12、パントフォーメーションを選択します。パントはキックによる攻撃放棄と陣地挽回を図るプレーです。滝谷は4回目の攻撃放棄し陣地挽回を図ります。パンター7番。六甲学院リターンリターナー22番ハーフウェイを越えたところでボールデッド。しかしここでイエローフラグ、反則が発生しております。パントチームである滝川の反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型でパントを行いました。この反則はリターンが終わりましたところから5ヤードの抜体という形で発則されます。したがって六甲学院相手陣32ヤードからの攻撃と変わります。六甲学院相手陣22ヤードからファーストダウン10。右パワーのロンリーセンター、フランカー8番ヒッチパスをキャッチアンドラン。しかしこれはアジャストされ約3ヤードロス、失礼4ヤードのロスです。ここでウォーターブレイクを取ります。
失礼しました。ダウンの距離を訂正します。セカンドダウン12に訂正します。六甲学院相手陣34ヤードからセカンドダウン12。ミーパーのロンリーセンターです。左オープンへのオプションプレー、ピッチを受けた20番、左オープン展開し、約8ヤードのゲイン。六甲学院相手陣25ヤードからサーダウン4。ここでスランドダイブ、ファーストダウン獲得です。六甲学院ファーストダウン。六甲学院相手陣21ヤードからファーストダウン点。左パーのロンリーセンター、ナイスディフェンス。六甲学院カウンタースイープでキャリア26番の右オープンのランでしたが、これは滝川アジャストし約8ヤードのロス。六甲学院セカンドダウン17、ボールオンは自陣28ヤード、右パワーのロンリーセンター。クォーターバック32番、左ロールアウトからパスを投じようとしてランパスキープ、約5ヤードのゲイン。六甲学院相手陣23ヤードからサードダウン12。前半残り時間、失礼、時計が進んでおります、試合時間残り前半残り1分40秒を切ります。一旦時計を止めます。パス不成功。クォーターバック32番、右ロールアウトからパス、ターゲット32番、しかしこれは密集点でパスカバーが多くパス不成功、フォースダウンに変わります。プレイヤー
六甲学院フォースダウン12フィードゴールチョイス、ボールオンは自陣相手陣23ヤード、キックレングス40ヤード。このキックはショート、フィードゴール失敗で無得点、攻守交代です。しかしここでイエローフラグ、反則が発生しております。この判定を待ちます。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。したがってディフェンス滝川5ヤード抜退、そして六甲学院5ヤード前進しフォースダウンやり直しとなります。六甲学院フォースダウン7フィードゴールチョイス、キッカー10番、キックレングス35ヤード。フィードゴール成功、3点獲得。六甲学院高校13点、滝川高校6点、リキックによりフィードゴール成功に変わりました。六甲学院キックオフ、キッカー16番、滝川高校リターン、20番、滝川陣20ヤード付近でボールデッド、攻守交代、滝川高校の攻撃と変わります。滝川高校ファーストダウン10、滝川高校ファーストダウン、ワイドレシーバー20番キャッチ、ファーストダウンです。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。パスは成功、ターゲット20番。このイエローフラッグの判定を待ちます。先ほどのプレーオフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を捕まえておりました。10ヤード抜退となります。先ほどのパスは無効、反則となり10ヤード抜退しファーストダウン20となります。滝川高校自陣26ヤードからファーストダウン20、
前半残り時間は44秒、時計回ります。インターセプト、ターンオーバー。クォーターバック7番、ここでパスを通しましたが、これを取ったのは六甲学院81番、攻守交代です。ターンオーバー。六甲学院相手陣11ヤードからファースト3点、試合時間残り前半29秒。右パワーのロンリーセンター、ターバック2番、右にパスを投げると見せかけてロールアウト、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。先ほどのプレーの反則はイリーガルモーション、不正なモーションを使用しました。しかしこの反則は取らずセカンドに進めます。ここで六甲学院は前半1回目のタイムアウトを取ります。六甲学院タイムアウト。アメリカンフットボールは攻守とも、双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。六甲学院前半1回目のタイムアウトを取りました。相手陣11ヤードからセカンドダウン10、前半の時間は21秒。フォーメーション、左パワーのロンリーセンター、インターセプト、ターンオーバー。六甲学院ここで20番へパスを通しましたが、このパスを取ったのは滝川高校6番、そこから大きくリターンし攻守交代です。ターンオーバー。滝川高校自陣30ヤードからファーストダウン10、試合時間前半残り7秒。六甲はプリベントディフェンス、タッチダウンを避けるための深い守備を取ります。パスは成功、ターゲット20番。ここで前半の時間がなくなりました。
前半終了となりまして、六甲学院高校13点、滝川高校6点、六甲学院ワンタッチダウンリードで後半戦に移ります。